どうもです。今回は、沿岸のコテージの北東にあるマーカラフィッシュパックへ行ってきましたが、まずは、この映像をご覧ください。交戦します。ダメージを受けています。おお、吹っ飛んだね。そんなのどうでもいいけど、これだよ。リロード終わらねえ。そんなの関係ねえ。そんなの関係ねえ。おっぱっぴー。リロードが完了しているにもかかわらず、ひたすら弾込めを続けて、さらに、次の映像では信じられないことが起こってしまいました。ははは。アルミがなかったので、補充のためにマーカラフィッシュパックに来たんですが。おい、今すぐに死ぬべきだ。あれれ、これが最初でしたが、照準が解除されなくて、お手上げ状態に再三なったので、なかったことにしました。魔王マサルさんに教えていただいたこちらのモッド、名前を、Bullet Counted Reload System を導入してみました。魔王マサルさん、ありがとうございました。ということで、今回の伝説は、ツーショットをつけました。ツーショットの効果は、一度に、2発の弾丸を発射して、物理、エネルギーダメージ、プラス 100%、拡散値、プラス 150%、反動、プラス 100% です。マーカラフィッシュパックは、ケチがついたので、場所を変更します。場所はコルベガにしました。一度入ったかも。照準の位置は、スニーク時には、肘より上に行くようになったので、狙いやすくなりました。あはは。あれれ、上の方を見ると、体にかぶってしまうけどしゃあないね。ナイス。ナイス。ナイス。パッツ。ナイス。上にいる敵はバッツで狙います。あはは。パッツ。多分当たらないね。はは。今のところ、リロード動作も問題ないね。パッツ。距離がありすぎて当たらないよ。ダメだね。場所を変えましょう。上にいる敵を狙うのが面倒なので中に入りましょう。あはは。じゃあ入るよ。やべえ。やば、鉢合わせだ。ナイス。プンプン、匂うね。ここはトイレだね。はっは。一度入っていると、敵の数は減るのかな。いつだったか忘れたけど、向こうに見えるバリケード越しに撃たれたことがあったよ。あはは。入り組んでいるので、しばらく FPS で移動するよ。やっぱり、敵の数が少ないようだね。うっしっし。
ナイス。FPS を TPS に戻しました。ナイス。おっと、びっくらこいたよ。ナイス、飛ばすよ。敵の赤いマーカーが少ないね。ナイス。レーダーがたわごとを言っているね。無視しましょう。はっはっは。ナイス。ビビったぜ。何かに引っかかったね。また引っかかったよ。なんだろうね。本がないよ。やっぱり一度入っていたんだね。コルベ側、用済みだ。外に出ましょう。私だよ。わたし。ナイス。エレベーターのところまで飛ばすよ。ここに出るのか。もっと飛ばせよ。やった。こうにめ。ナイス。なんだ。あとどれくらい残っている。鬼ごっこかよ。頭隠して足隠さずだね。はっは。なんかいるね。誰と。ナイス。コルベガにこんなところがあっただなんて知らんかったよ。ザレットはフェラルに反応してたんだね。
これはどこに通じているのかな。初めてなんでわからんよ。あはは。おお、出口が見えてきたね。どこに出たんだろうね。これメガ工場の外なんだろうけど、どのあたりに出たのかな。おお、これはこれは。これメガ工場前の道路の下の排水溝のようだね。ということで、今回は、ツーショットの伝説をレバーアクションライフルにつけてみました。ツーショットは、一度に、2発弾が出るので、通常のレバーアクションライフルのダメージが倍になるんだけど、追加で改造した分のダメージは、一発にしか加算されないので、初期のダメージ量の2倍ということになります。最初にも言いましたが、コルベガ工場には一度入っていたので、中にいる敵の数も少なく、弾薬の使用量も少なく済んでよかったです。次回は、粘着剤とアルミを商人から購入して、弾薬作りの足しにしたいと思います。じゃあ、またね。